はい、こんにちは、シムです。姉妹先生いらっしゃいますね。行きましょうか。本日2回目の対戦ですね。はい。行きますかね。さあ、よろしくお願いします。1回対戦してるんですね。四間飛車でした。長恋からですかね。穴熊には多分してこないと思うので、高美濃にしますね。おお。マジか。ちょっと飛び出していかざるを得ないかな。まあ、下がる一手ですね。で、おう。さて、どうしますかね。断っておきまして、考えどころですけれど、はいはい、7分ですか。はい。
突き詰めてこられた時にどうするかって話で、ですね、7筋の歩を突くか、それとも金を桂馬の隣に上げるかでちょっと考えてますね。受けやすくなるんかね、これね。開けてきたときに。第一感これなんですけどね、で、もう一手待ちますか。桂馬と銀を交換する意義が果たしてあるのかどうかがちょっと今見えてこないんですが、多分取り合ったらあれだね、金で取ってくるかね。ほうほうほう、うまいな、さすがやろ。取らないわけにいかないんですよね。で取って頭の歩を押さえといてからの、
おお、なるほど。ああ、なるほどね。一旦引っかかるやんか。速感ありますね。3分。2分30秒。2分。おお、受けれるのかこれ。待てよ。1分30秒。致命傷ないのか。1分。ああ、積んでる。積んでしまったか。
もはやかわす術はないですもんね、これね。投了します。ありがとうございました。下げなきゃいけないってですね。どれくらいか来ますか。困ったらまた呼ぶがいい。おお、余談ぐらいだそうです。したら振り返ってみましょう。とりあえず3で盛り返って、そうですね、飛車をこれ横筋ずらしたとこですね。で、3一になりたいんですけど、鳴らしてもらえなかったっていう展開のところです。はい。2筋狙って、角で取ってきたら飛車走ります。で、まあ、飛車で取ってくるだろうなっていう一手です。で、取ってきて、で、5筋の歩これで取り返すことができるので、取り返して封じ込められたんですけど、お互い金取り合いませんかって言ったんですけど、かわされたっていうとこです。で、ここでですね、最善手はですね、こうではなくて、5七金と純粋に下げましょうと。で、以下飛車が戻ってきます。避けて元の位置に戻ります。もう一回歩打ちます方。で、金打って、はあ、先生この展開にはならないんじゃないかな。多分また5筋に歩打ってくるんじゃないですかね。でどうするっていう話なんだけど、はあ、ちょっとなんかあまりいい展開ではないと思うんですけどね。むしろなんかさっきの展開続いた方がいい気がしますけど、まあ難しいんですかね。打開するのが結構難しいんだと思いますね。以上です。それでは次の対局でお会いしましょう。